以仁王が平家打倒の領事を出した。この情報は京都から日本全国へと広がり、各地に散らばっていた源氏が奮い立ちます。今回はその中でも戦の天才源の義経についてお話しします。はい、どうも皆さんこんにちは。今までの動画では平家を中心に話が進んでましたが、以仁王の領事によってついに源氏が立ち上がります。突然源氏が話に出てきたら混乱すると思うので、2回に分けて義経と頼朝がどのようにして挙兵したかについてお話しします。平治の乱が起こった頃、義経は0歳で、当時は牛若丸と呼ばれていました。牛若丸はまだ0歳なので、平治の乱という一族の大きな岐路に立っていることは全く分かっていません。彼は母である常磐御前に抱えられて、兄2人と共に奈良県吉野辺りにある龍門の里という場所に逃げ延びます。もちろん平家は常磐御前やその子供たちの存在を探し回っていますので、ある方法で常磐御前をおびき出します。それは常磐御前の母を捕まえて自首しなければ殺すというお触れを出すことでした。このお触れは常磐御前の耳にも入り、彼女は迷った末に六波羅へと自首することにしました。こうして頼朝と牛若丸どちらも捕まってしまいます。しかし清盛の母が昔死んだ子供に頼朝の顔がそっくりだという理由で彼らを殺さないでほしいと頼んだことにより、頼朝は伊豆へと島流し、牛若丸は鞍馬寺へと預けられ、将来的には僧にするという条件で命だけは助けられるんでした。こうして日本は平家の世へと向かっていきます。平家が力を持ってきたのを見て、これまで貴族にこき使われてきた武士たちは、ついに武士の時代が来るぞと平家に期待を寄せたんですが、それらの期待に平家が応えることはありませんでした。平家は貴族や天皇から位をもらって喜び、どんどん武士としての本分を忘れ貴族化していきます。この平家が貴族や天皇から位をもらったっていうのは、歴史の流れを見る上で結構大事なことです。位をもらうということは、あげる人の方が上、もらう人の方が下という身分関係ができるからです。つまり貴族や天皇から位をもらう武士は貴族や天皇よりも下の存在となってしまい、結局平家は貴族や天皇の部下でしかないということです。こうなると武士の時代が来たとは言えませんよね。ということで平家以外の武士からは不満が出てくるんです。そういった武士が反平家を掲げて、後に源氏に味方していくようになります。ちなみに源頼朝は政治の天才なので、この身分の構造を理解しており、朝廷から位をもらっているままでは武士の時代は来ないというふうに理解しています。だから後に義経が朝廷から位をもらった時に激怒するんです。話が逸れてしまいました。牛若丸がその後どうなったかについてお話しします。とはいえ牛若丸の話は信用性の高い資料がほぼ残っておらず、有名な義経記は実際の出来事の数百年後に書かれた本なので、これからお話しすることはほとんどが伝説です。作り話がたくさん入っているだろうから、話半分に聞いてください。鞍馬寺に預けられたとはいえ、源義朝の息子であるなら周りが放っておくわけがありません。鞍馬寺は平安京の近くなので、平家に不満を持つ人物が牛若丸の元を訪ね、反平家の考え方を植え付けようとしていたことは確実でしょう。中でも昇進坊という奉仕が出自を教えて平家打倒を吹き込んだという伝説や、偶然家系図を見たことにより自分の出自を知ったという伝説があります。そうやって幼少期の牛若丸は打倒平家を目指して鞍馬寺で修行をしていたと伝わっています。その強さゆえに修行の中では鞍馬天狗と一緒に修行したという伝説もあるほどです。そんな牛若丸も16歳の時に金売吉次という金を売る商人と出会ったことにより鞍馬寺から姿を消します。この吉次という商人、実は商人というより奥州藤原氏のスパイでした。藤原秀衡の命令によって牛若丸を平泉へと招いたんです。しかしこれに気づいた平家が追っ手を出します。稚児姿の人物を探しているんです。こうして牛若丸は急いで元服し、稚児姿をやめるんでした。この元服というのは現代でいうところの成人式です。成人式といえば家族総出で行うような一大イベントだから、源氏の子孫である義経がたった一人で行うなんてことは普通ならありえません。しかし義経に家族はおらず、普通ならエボシオをかぶせるエボシオヤという人物がいて、そのエボシオヤから忌み名を名付けてもらう儀式があるんですが、
そんな大役を頼めるような人もいません。こうして自分の手で烏帽子をかぶり、自分で自分に忌み名をつける寂しい成人式を挙げるんでした。こうして名前を源九郎義経と改めます。平泉に到着した義経は、来たるべき日のために訓練をしながら6年間奥州で過ごします。ここからは完全に作り話なんですが、あまりにも有名な話なので紹介します。兵法の極意書陸刀の伝説と五条大橋武蔵坊弁慶の刀狩り伝説についてです。ある時義経は平泉から都へと戻ります。義経の目的は兵法の極意書陸刀です。陸刀というのは中国の兵法書です。文、武、竜、虎、豹、犬、6つに内容が分かれてたので陸刀と呼ばれます。刀というのは武器を入れる袋のことです。虎の巻という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、この言葉はこの陸刀が語源となっています。とにかく義経はその陸刀を取りに都へと戻るんですね。陸刀を持っていたのは喜一方言という陰陽師でした。義経は喜一方言の家を訪ねて陸刀を譲ってもらえるように頼みますが、もちろんそんなに簡単には譲ってくれません。とはいえ義経もそう簡単に引き下がることはできず、何度も家に通います。そうやって方言の家に出入りするうちに、その家にいた末娘と仲良くなり、ついに陸刀の内容を写して暗記することに成功します。これを知った方言は怒り、義経を暗殺しようと探海坊という人物を送り込むんですが、義経によって返り討ちにされるんでした。この喜一方言の墓が鞍馬寺に行く途中の木舟口駅のすぐ近くに今も残っています。こうして陸刀を手に入れた義経は鴨川に架かる五条の橋を渡ります。しかしそこには僧兵が立っていました。武蔵坊弁慶です。弁慶は比叡山の僧だったんですが暴れん坊でした。そして千本の刀を集めたいという願いを持つようになり、夜になるたびに五条の橋で刀狩りを行っていたんでした。あと一本で千本に到達する、そんな時に通りかかったのが義経です。身軽な義経に弁慶は敗北、それ以来義経の家来として使えるようになったという話です。この話はあまりにも有名すぎて様々なバージョンがありますが、とりあえず一般常識的には今の話で十分だと思います。所詮伝説なので細かいところは気にしないでください。そして1180年、平泉にある一報が届きます。源頼朝が挙兵した。この知らせを聞いて藤原秀衡が止めるのも聞かずに、義経は顔も覚えていない、しかし血は繋がっている兄のもとへと馳せ参じるんでした。さていかがだったでしょうか。源義経については行く先々で伝説が残っており、話し始めるとキリがありません。今回は人形浄瑠璃や歌舞伎でよく取り上げられて有名な2つの伝説をお話ししました。もっといろんな義経伝説を聞きたいなと思った人は高評価をお願いします。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。